梅仕事2024追熟2日目と3日目2024年6月4日と5日に撮影段ボールに入れて追熟させてから1日経った梅6月4日午前中に撮影していますこの映像だけでは分かりにくいとは思いますが前日と比べると 少しずつ黄色くなっています気温が高い地域の方から段ボールに梅をたくさん入れて追熟させるとカビが生えてしまうというコメントをいただきましたそのような地域の方にも参考になるように梅を大きな容器に移し平らにして追熟させます 梅の土用干しをする大きなザルに移しました。梅を黄色くなるまで追熟させているこの段階では、まだヘタはつけたままです。ヘタを取らない付け方もあるみたいですが、食べた時の口当たりが気になるので、私はヘタを取って付けます。先に梅を入れましたが、下のザルをお見せします。 センターで購入しただる格子状で通気性も良くなっています上からホコリよけの新聞紙をかぶせて追熟させます直射日光の当たらない常温で追熟させて毎日様子を確認しましょうそして梅を追熟させてから3日目の6月5日に撮影しています 1>, 1日目2日目と並べてみると少し色が違うのがわかるかもしれませんそもそも追熟って何だろうなぜ追熟が必要なのかなと思っている方もいるかもしれないので昨年撮影した映像や写真を使い簡単に説明させていただきますまだ青い 未熟な梅で梅干しをつけると硬い仕上がりになってしまいます。重しを多めにするなどの対処法はありますが、それでも完全ではありません。美味しい梅をつけるための基本の一つ。黄色くなるまで置いてつけましょう。この一連の作業を追熟と言います。 今回は梅の追熟2日目3日目の様子でしたがさらに5月5日の午後追加で購入した2キロの梅の追熟の様子と合わせてつける時や土用干しそして途中経過など随時お伝えしますご質問がある方は お気軽にお寄せください。ご視聴ありがとうございました。